俺は幸せな人を感動させたいんやなくて、泣いてる人を笑わせて幸せにしたいんや。これが俺の笑いの哲学や。俺は絶対落ち込まないのよ。落ち込む人っていうのは自分のこと過大評価しすぎやねん。過大評価しているからうまくいかなくて落ち込むのよ。人間なんて今日できたことやったことが全てやねん。やろうとすればできんねん。人間みたいなもんはバラエティに感動の涙はいらんねん。芸人は笑わせて涙流させな。俺は何言われても平気。悲願取ると思うもん。勝ち負けは努力の要素だけで左右されるほど甘いもんやない思うんですわ。特に超一流の世界ではね。笑顔になるから楽しい出来事が起こるようになる。暗い人がちょっとでも笑うようになるべく俺が出てる限り明るい画面をお届けしたいという、そういうポリシーで生きてるから。笑顔という貯金をしておくと、優しさという利子がつく。職場に好きな人を一人作ると、仕事行くのがすごく楽しくなるんよね。結婚はゴールではない、スタート。しかも途中から障害物競争に変わる。20代の借金は貯金や。落ち込みやすい体質とは感謝の足りない姿勢が原因。落ち込まへん、それはお前らが過信しすぎや。自分がもっとできると思うから落ち込む。何があってもこんなもんやと思っているから落ち込まない。自分だけ大変だと思ってるやつ多すぎるんよな。全部うまく運ぶとやっぱり神様が帳尻合わせするんやな。ずっとええことしてきたから夢叶ったんやて。人生頑張ってきたから。番組内で出川みたいな二流芸人みたいに気楽に生きていきたいと言われて、いやいやいや、出川は一流や。暗い人がちょっとでも笑うようになるべく俺が出てる限り明るい画面をお届けしたいという、そういうポリシーで生きてるから。お笑いは争うもんちゃうねん。その人が一番面白いと思ったらそれでええねん。人生には嫌なことも必要なんや。不安からは何も生まれない。続ければ必ず良くなる。何言うてんねん。俺らは楽しそうに見せてなんぼやろ。真面目なとこなんか見せてどないすんねん。追い詰められた時には追い詰められた時なりのギャグ言うもんがあるんですわ。人間どんなに沈んでいても笑うんです。葬式の日でも絶対笑えるんですわ。こらすごいことですよ、ほんと。人生を振り返るのは嫌、ものすごい嫌い。テレビに出てなかったらただのやかましいおっさんやで。人間生まれてきた時は裸、死ぬ時にパンツ一つ履いてたら勝ちやないか。人を好きなまま死にたい。生きてるだけで丸儲け。